今日県内では231人の感染が確認されましたこのうち仙台市では115人仙台市以外では116人の感染となっています先週が256人でしたので月曜日としては先週よりも25人少なくなりました今日は県内231人の感染確認です